北亮斗です。18歳、兵庫県出身、明石商業高校から2020年の3位指名、そして今日晴れのデビュー戦となっています。プロ初スタメン、これが初打席になります。初球から打っていったぞ、ライトへの打球ですが、伸びはどうですか。フェンスから伸びてていいです。グッバイ北亮斗、後ろに大きな花火を打ち上げました。デビュー戦プロ初打席でツーランホームラン、5対0です。これはすごいですね。ビッグイニングを何か最後締めるような北の一発、見事でしたね。いや、初球ですか。初球でしたね、まあ、少しこう素直に自分のリズムで打席に入れなかったんですが、まあでもね、やっぱりこう自分の本人、まあ、自身のね、はい、初打席、やっぱり初球から行きたくなるもんなんですよ。でもそれをね、やっぱりね、ホームランにするっていうのはやっぱすごいですよね、これ初打席初球ホームランとなると、これプロ野球史上でもそれほどいないんじゃないですか。あんまりいないですね。